世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。日本が誇る文化の一つにアニメーションがあり、海外からも高い評価を得ていて、世界中にもたくさんのファンがいます。そんな日本のアニメは様々な世界観や価値観を持つ作品が多く、それぞれ自分の好みや感性に合った作品と出会えることも人気の理由だそうです。しかし同時に疑問に思うこともあるのだとか。今回は海外の人々が疑問に感じる日本アニメの特徴に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。日本のアニメだけに限らず、特撮ヒーローなどのバトルアクション作品では、主人公が必殺技を使って敵を倒すのが一番の見せ場です。ドラゴンボールのカメハメハやアンパンマンのアンパンチなど、その技の名前を叫びながら身振り手振りを真似して遊んだ思い出が皆さんにもあるのではないでしょうか。日本のアニメでは必殺技の名前をキャラクターが言うことは当たり前で、もし無言で悟空がカメハメハを打っていたら逆に奇妙で落ち着かないですし、物足りなく感じます。しかし海外の人々にとっては、わざわざ技の名前を言うことの方がとても奇妙に感じるらしく、それらについての考察した記事が SNS サイトに掲載され大きな話題になっていました。その記事では考えられる理由を2つ挙げています。 1. 漫画は白黒であり、キャラを見分けることが難しいため、必殺技を叫ぶことで分かりやすくしている。アクションの一連の流れを書こうとすると、読み進めるコマの動きに混乱が生じやすく、白黒では複数のキャラクターも判別しにくいそうです。また画面上のカメラアングルも次から次へと変わっていきます。そうすると読者は何が起こっているのかを見落としがちになるので、そういう時にあえて名前を叫んだり技の名前を言ったりすることで、誰が誰にどんな攻撃をするのかを分かりやすく読者に伝え、読者を混乱から救うことができると記事は言っています。 2. 侍の名乗り文化の影響。少年漫画の戦闘シーンにはお互いに名前を名乗る場面がたびたび登場し、自分が誰と戦っているのかを明白にすることが重要視されている作品が多くあります。一昔前の時代では、侍は戦闘の前にお互いに名乗りを上げ、自分の所属や地位を表しました。討ち取った相手の名誉が高ければ高いほど大きな武功とみなされたので、お互いが誰であるかを知ることはとても重要なことだったのです。しかし海外の軍事的な伝統は、戦う相手の名前はもとより他の何を置いても敵を倒し制圧することを重視するため、戦いの前にキャラクターたちが始めるおしゃべりはとても奇妙に映るのだとか。それはこうした侍の伝統にアニメも影響されたものだと述べています。この日本アニメの必殺技の記事に対して、海外の人々からは面白い意見がたくさん寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。違うね、白黒かどうかは関係ない、叫んだ方がもっと力が出る、だから叫ぶんだ。まあ確かにアメリカのヒーローは叫ばないな。冷静に振り返ると叫んでるのはダサいかも。攻撃の威力を読者に納得させるために何か特別なことを書かなくても済むからとかじゃないのかな。そうだったのか。確かにペガサス流星剣がどんなものか十分理解した後だったら、聖夜の顔とペガサス流星剣というセリフだけのコマで詳細の絵がなくても脳内で補えているな。でもそれはなんか知りたくなかったかも。漫画家はとにかく多忙だからな、時間の削減のため仕方がなかったんだよ。技の名前だけじゃなくてエクスカリバーって武器の名前を叫ぶ時もあるよな。叫ぶのがいいんだよ、カメハメハを無言でやってごらんよ。な、技の名前を叫びながらやるともっと素敵になったのがわかるだろう。
シンプルな技の名前と面白い振り付けがあれば、子供たちは喜んで真似をする。むしろ子供が真似できる程度のフレーズであることが重要になるんだけど。なるほど。子供たちの間で真似が広がれば、そのアニメの人気はますます上がる。そういう制作側の意図も含まれているかもしれないな。ちょっと言いにくい長い名前とか、日本語のテイストを感じる漢字の技とかの方が俺は真似したくなる。完璧にマスターするまで練習しちゃう。え、みんなはしないの？わかる。こっそり練習してるのを妻に見られて笑われたことあるわ。白黒だからキャラの見分けがつきにくいか。まあ40人キャラクターがいても3種類しか顔のパターンがない漫画もあるしね。おっと、足立満の悪口はそこまでだ。それでもバトルシーンで何やってるか混乱するなんてなくない？白黒なのは関係なくてこじつけだと俺は思う。侍が実際に叫んでいたという伝統の影響もあるんじゃないか。おそらく鋭く息を吐き出すことでより力強く技を繰り出せるんじゃないかな。気合だね。今でも剣道や柔道の試合で選手が間合いを取ってる時に声を出してるな。力を高めているのは間違いないと思うけど、技の名前を言うのとはちょっと違うくないか。私はあんまりアニメを見ないの。その理由が叫びまくってるからなのよ。必要以上にドラマチックな怒鳴り方をするし、なんかいつも叫んでるよね。静かな会話シーンが多いアニメなら見るんだけどな。俺、日本の時代劇を見るのも好きなんだけど、切りながらじゃなくて切った後に技の名前をつぶやくのもめちゃめちゃかっこいいんだよ。そう考えると技の名前を言うこと自体は漫画アニメよりずっと前からあったんじゃないか。日本アニメ以外だって、例えばハリーポッターだって技の名前を叫びまくってるじゃないか。それはスルーなの？あれは技の名前じゃなくて魔法の呪文の詠唱でしょ。発話することで効果を発揮する魔法と発話自体は関係ない肉体的な攻撃技を一緒にしたらダメじゃない？技の名前も声に出すことに意味がある可能性もある。日本には言霊っていう言葉にパワーが宿るって考えがあるらしい。以上が海外の人々の反応でした。アメリカのヒーローは技の名前を叫ばないのですね。必殺技の名前は言うものだと思っていたので逆に驚きました。このなぜ技の名前を叫ぶのかという問いは海外の人たちのみならず日本人の間でもたびたび話題に上がり、さまざまな意見が交わされています。それらの意見をまとめましたのでご紹介しましょう。まず、日本には元来剣術の技には名前が付けられていました。佐々木小次郎のツバメ返し、柳生宗悦の無刀取りなどが有名です。講談宮本武蔵でも戦闘シーンで技の名前が出てきますが、技の名前は主人公のセリフとしてではなく講談師による戦いの実況のように語られます。時代は進み終戦後その形は変化していきます。ラジオやテレビの普及によってさまざまな番組が制作され、多くのヒーローたちによってさまざまな必殺技が生まれましたが、一口に技の名前を叫ぶといっても作品のジャンルによって分類されます。まずはスポーツもの。梶原一騎の原作による巨人の星、タイガーマスク、明日のジョーでもたくさんの必殺技が生まれました。しかしこれらの作品では技が繰り出される場面がスポーツの試合であるために、実況者や観戦客などの主人公ではない人たちによって技の名前が叫ばれています。次にバトルものですが、これは大きく2つに分かれます。それは戦う方法が魔法や呪術によるものか、それ以外かということ。魔法の呪文といえば秘密のアッコちゃんやセーラームーン、プリキュアが変身する時のセリフもこれに当たるでしょう。魔法や呪術は詠唱しなければ効力を発揮できないため、なぜ言うの？という疑問からは外されますね。残るは呪文を唱える必要がないのに技の名前を叫んでいるものについてです。1972年に放送されたデビルマン、仮面ライダーなどでも主人公自ら技の名前を言うようになってきましたが、マジンガー Z の主人公兜浩二が技の名前を叫んでから攻撃をするスタイルが大変に人気となり、広く定着したと言われているのだとか。
一説によると作者の永井豪がプロレス中継の実況を取り入れようとしたことがきっかけのようです。確かに実況があった方がより盛り上がりますし、本人による実況だと思うとなるほどというふうにも思えました。私は海外ヒーローものは見ていても途中でついていけなくなることがあるのですが、これは日本の実況付きのアクションシーンにすっかり慣れてしまっているからかもしれません。皆さんはなぜ技の名前を叫ぶのかという問いに何を思いますか？会社の人やご家族、友人など話してみると意外と盛り上がるかもしれません。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。特に深く考えたことはありませんでしたが、確かにそう言われてみれば必ず叫びますよね。ではまた明日お会いしましょう。